皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、夏に向けて個別指導塾キャスダイスは募集活動を頑張ってますよってことについて話をしていきたいと思います。まあ、言ってしまえばですね、人材募集の動画になりますので、ちょっと興味ないよっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっと終わりの方でですね、英単語アプリについて少しお話ししたいと思います。ちょっと前半の方で募集の話をさせてください。まずですね、個別指導塾キャスダイスでは、まあ、常にね、ずっともう講師をね、募集し続けているんですけれども、まあ、改めてこのね、夏休みを目前に控えたタイミングでですね、募集活動を力入れております。まあ、概要欄のね、リンクから応募できますので、まあ、ぜひご応募いただければと思います。まあ、過去には、まあ、こんなね、先生がいるよっていう紹介の動画を出したりとか、まあ、あとはね、こう働いてて、まあ、こんな感じだよっていうのもサブチャンネルでいろいろ出しているので、まあ、その辺もね、まあ、検索とかしてみていただければ、まあ、雰囲気ね、わかるんじゃないかなと思います。まあ、普段ね、このサブチャンネルとか、まあ、メインチャンネル見てくださっている方は、まあ、うちのね、指導理念とか、まあ、指導の方針とか、そういったことも、まあ、ご理解いただいているとは思うんですけれども、まあ、改めてですね、まあ、ちょっとね、コマに空きがあるよとか、まあ、そういう先生ね、ご連絡いただければというふうに思います。まあ、本当にね、これから個別指導キャスダイスですね、まあ、夏休み、そしてあとは冬もありますけれども、まあ、今年ね、まあ、まだまだ、多分生徒さんをね、まあ、受け入れられる体制があるんですが、まあ、おそらくね、常にね、ある程度の余力を持っていないとね、なかなかこう、もう満員ですよってなってしまうのが、まあ、ちょっと怖いというか、まあ、せっかくね、頑張りたいという生徒さんに期待に応えられないってことになってしまうので、まあ、そういったね、方が出ないように、まあ、頑張って僕も採用活動しています。まあ、余談ですけれども、まあ、ちょっとね、広告なんかも出してみてます。生徒さんの募集はあくまで YouTube メインでやっていこうというつもりなので出してないんですけど、求人についてはね、ちょっとね、広告、まあ、広告出したって言ってもね、1万円分ぐらいなんですけど、まあ、ちょっとね、Facebook に広告出してみたりとか、まあ、僕もね、今まで全くそういうことやったことがなかったので、本当にこう、なんていうかな、いろいろ試行錯誤しながらではあるんですけれども、まあ、募集活動を頑張っております。あとは、普通に、今言ったような講師の方も募集しているんですけれども、さらにね、ちょっと特別枠という形で、まあ、我こそはという方がいればなんですけれども、講師をやりつつ、YouTube メンバーとして活動いただける方を、さらに募集しております。まあ、普通にね、講師募集で応募いただいた時に、なんかこう、備考か何かメールでですね、YouTube にも出たいですみたいなことを書いていただければ、そちらの方向性で、もちろん必ずしも出られるわけではないんですけれども、面接の方を進めさせていただきます。まあ、今ですね、うちのインターンのメンバーも実は結構増えていたりして、まあ、この動画が出るタイミングで、新しいメンバーがどれだけ動画に参加しているかわからないんですけれども、もうね、撮影という意味では何人かの新しいメンバーとか、あとはね、就活が終わって戻ってきてくれたメンバーとかもいるので、結構ね、チームとしては賑やかになってます。まあ、なっているんですけれども、やっぱりね、会社として、やっぱいろんな知識を持っている人が、やっぱ YouTube 出た方が、よりね、皆さんにいろんな情報を提供できるし、あとは YouTube もね、その管理業務がいろいろあるんですよ。まあ、要はカメラポチッと押してね、今こうやって喋ってますけど、まあ、喋って終わりではないので、その後動画を編集するなり、まあ、うちは外注さんにいろいろお願いしていることが多いんですけど、動画をね、ご依頼したり、まあ、チェックをしたり、いろんなね、業務がそこから発生するので、で、チャンネルもね、たくさん運営しているので、そういったものをね、いろいろ分担しながら、まあ、やれるという意味でも、まだまだね、メンバーを募集しています。まあ、ただ、YouTube オンリーのメンバーよりは、まあ、ちょっとね、うちの講師の方として、実際に指導しながら、そこでいろいろ得た経験とか、こういうふうに指導していけばいいんだっていうのを実践しながらですね、YouTube でも話していただける。それこそ、うちのね、中橋さんとか、まあ、田村さんのような、まあ、メンバーの立ち位置で、もう一人ぐらいね、ぜひメンバーが欲しいなと思っているので、まあ、そちらの方のポジションでも募集をしておりますので、ご検討ください。はい、というわけで、もう完全なるね、宣伝を4分弱ぐらいお話ししましたけれども、ちょっとですね、実は今日撮影している日程がですね、6月の2日になります。で、昨日6月の1日にですね、英単語アプリですね、キャストダイス英単語帳というですね、英単語アプリをリリースさせていただきました。まあ、厳密に言えば、もうストアにはもう数日前にね、上がっていたんですけど、YouTube 上ではね、まあ、切りよく6月1日にドカンと告知をさせていただいたという形になります。で、いくつかですね、アプリに関してご質問を Twitter とか YouTube のコメント欄でいただいてて、なるべくちょっと個別に一個一個ね、お返しするようにはしてるんですけれども、まあ、ちょっと常に僕もね、YouTube と Twitter に貼り付いてるわけにいかないので、少しちょっと動画でね、説明をさせていただこうかなというふうに思います。で、いくつかあった、まずね、要望なんですけれども、まず、一番大事なポイント、今後、この、アプリがですね、アップデートされる可能性はあるかということなんですけど、ほぼ確実にアップデートを行います。これどういうことかというとですね、すでにもうリリースはね数日前にしていたと話したんですけど、その段階でちょっとした誤字脱字とかバグがですね見つかっております。まあアプリってまあそういうもので、全てを完璧にしてドンと出すよりはもちろんチェックはしてるんですよ、してるんですけど、やっぱ人間が見てるんで、でね量も膨大ですから、まあミスって
が出ちゃうんですね。で、まあそこは本当に申し訳ないと思うんですけれども、であのゲームのアプリとかもそうですよね。常にこうバグのアップデートみたいなのがこう回っていたりとかすると思うんですけど、まあそういうふうにこうどんどん直していくので、あの必ずアップデートをします。するんですが、アップデートをするのはなんかボタンをね、ポチポチっと押して直せるとかじゃないんですね。それこそ例えばワードとかエクセルみたいに、ちょっと資料のね、誤字脱字を直してもう一回保存すれば OK っていう問題ではなくて、アプリ自体をすべて直して、もう一度ストアに申請をして、問題がないかね、チェックをしていただいて、Apple Store とか、あと Android のストアですね、にチェックをしていただいて、そこからもう一度、バージョンなんか 1.2 とかバージョン2とか、そういう形で出ていくというものになっております。で、もちろん、すでにインストールいただいている方に関しては、そのアップデートがもちろん、オンになっていればですね、アップデートされますし、ストアからアップデートすることもできますし、当然それにお金はかからないので、ご安心ください。で、どんなことをアップデートするのってことなんですけど、まず、問題が発生している部分ですね。特に、誤字脱字の部分、あとは、英単語の訳のちょっとミスですね、という部分、あとは、一部の表示のバグですね。ちょっと iPad で見ると、大きさがちょっとずれちゃったりとか、あとは、iPhone も昔の iPhone ですね、画面がすごく小さい iPhone で見るとちょっと改行が入ってしまってこう位置がずれるみたいな、ものを、修正しようかなというふうに考えております。で、ここはほぼ 99% 確実に行います。はい。で、あと今すぐじゃないんですけど、次の入試問題ですね、来年また当然入試が行われて、そこで新しい過去問が出てくるので、その新しい過去問は当然分析対象として取り込みますので、取り込んでアップデートされるという形になります。まあ、これはほぼほぼ毎年行われます。あとは、単語の追加ですね。今ですね、スタンダード単語とかハイレベルとかベーシックとかってあんまり切り良くなってない数字じゃないですか。あれなんでかっていうと、わざとそうしてるんじゃなくて、もう今後ですね、増やしていく可能性があるから、切りのいい数字にこだわっていないということが挙げられます。もうすでに6300語収録されているんですけれども、まあいろいろ調べるとですね、まあ当然細かく、もうちょっと増やした方がいい部分っていうのも、まあもちろんなくはないんです。なんでかというと、相当ベーシックなところから相当ハイレベルなところまで、まあかなり網羅をしているので、まだまだね、網羅をするという意味では入れられる単語があって、それこそ数百語単位であるんですけど、そういったもののアップデート、こういったものはですね、ほぼほぼ確実に行われると思っていただいて大丈夫です。はい。で、あとですね、今後できるかどうかわからないんだけれども、考えているアップデートというのがございます。それがですね、まず、音声機能ですね。もちろん、ネイティブが、話したものを音で紐付けて、それでですね、アプリで聞けるというものを考えております。で、これもですね、まあ、簡単に言ってしまえば、その6000何百語の単語を吹き込んでもらえればいいので、まあ、やってできないことはないんですけど、もともとの、単語の数が多いので、それをですね、全部音声を入れてしまうことは、一応、できはしたんです。技術的にはできるし、別にアプリもそんなに音のデータってそんなに重くないので問題ないんですが、ただ音を取るということに時間がかかったり、あとこの音とこの単語を紐付けるっていうことに当然時間がかかります。で、当然紐付けて終わりじゃなくて全部チェックが必要ですね。なのでチェックにも時間がかかるので、それをやるとですね、リリースが数ヶ月先になってしまうということがもう明確に分かっていてですね、その時に、まあ、皆さんにとって一刻も早くまずこのアプリを皆さんに使っていただく、まあ、当然その無料から使えるので、まあ、そういう意味でですね、なんていうかな、音声まずなしの段階でリリースをしましたが、まあ、今後ですね、一定のインストール数が見込めるようであれば、まあ、予算を取って、その、ネイティブの方にね、発音を吹き込んでいただいて、まあ、当然開発の工数も取りますけれども、そこでですね、アップデートはしていきたいというふうに思っております。あとはですね、例文機能ですね。こちらはですね、これもね、やりたいとは思ってます。思ってるんですけど、例文を作るというのは、音声を吹き込むよりも時間が非常にかかるものです。なので、まあ、例えば最初ね、この単語だけには例文がつけるみたいな、まあ、そういうことも、まあ、あるはあるんですけど、アプリのレイアウトの問題がありますね。どうしてもアプリで、使うことを想定しているので、ページをまたいでしまったりすると見づらかったりするので、そこをどうしようかなというのはちょっと考えておりますが、まあ、例文もできれば、まあ、ゆくゆくはね、つけたいなと思っていますが、まあ、優先度で言うと、音声の方が断然優先かなというふうに思っております。あとはですね、できた単語だけ抽出したり、できなかった単語だけ抽出するみたいな、その、すでに一回作った単語帳をさらに何かこう、アレンジをしたりとか、まあ、アレンジをして使えるようなやり方っていうのをちょっと要望されていた声もあったので、これもですね、ゆくゆくは実装したいなと思います。これはそんなに難しい技術的に、課題ではないので、まあ、こういうふうにすると決めてしまうことが大事なんで、まあ、決めればできるんですよ。できるんだけど、こういうふうに決めるかどうかっていうのは、実はその、本当にちょっとしたことで皆さんのその、ユーザーインターフェースの使いやすさが変わってくるので、そこはちょっと慎重に考えたいと思っております。あとはですね、収録大学ですね。まあ、現在も180以上の大学を収録
録していて、まあ、かなりボリューミーではあるんですが、まあ、ただやっぱり一部ね、この大学ないんですかっていうのはもうすでに声としていただいております。んで僕もね、確かにまあこのね、大学受けたい子もいるだろうなというのもね、あったんで、まあ、そういうところは、この大学を確実に入れることができますというお約束はちょっとできかねるんですけど、まあ、収録大学を増やすということ自体は、やっていきたいなというふうに考えております。まあ、あとはですね、ちょっと単語の検索機能とかね、あとは単語を追加する機能、自分で自由な単語を追加できるとか、まあ、そういうのもやれればいいなとか、あとログイン機能ですよね。例えば iPhone と iPad で、同じ ID でログインして、で、例えば片方にログインして勉強したものがもう片方でも反映されてるみたいなのが、まあ、できたらいいなと思うんですけど、ちょっとそこは技術的にも若干課題があるので、もう少し時間かかってしまうかなと思います。はい。で、最後にですね、4択の問題テストですね。それを出すときに、例えば動詞の問題なのに、別の品詞で名詞とか形容詞が、並んでしまっていると、なんか動詞ってことさえ分かれば答えられちゃうから、ちょっとそこは同じ品詞でまとめてほしいって声も結構いただきました。で、これはね、結構できると思うので、どこかのバグを直すアップデートと一緒に、対応できればなというふうに考えております。はい。まあ、いずれにせよですね、僕のコンセプトは、もう英単語帳で悩まないでほしいっていうのがもう一番のコンセプトなんですね。なので、〇〇大学でこの英単語帳でいきますかっていう質問も僕は今まで YouTube をやってきて一番聞かれました。なので、やっぱり僕がやりたいことというのは、この単語帳をやってもらえば、例えばスタンダードだったらスタンダードまでやって、あとは過去問分析やって、で、その問題やればね、大体網羅できるでしょっていうふうに、伝わると思うので、そういう形でですね、まあ、ぜひ勉強してほしいのと、あとやっぱり今って、サブスクのアプリとかって多いじゃないですか。で、別にサブスクのアプリを出している会社さんを否定するわけじゃないんだけど、普通に高いよねと僕は思うわけですよ。だって受験生が使うもので、例えばね、塾だったらあれですよ。例えば、まあ、うちもそうだけど、個別でね、プロ講師が指導するから、どうしても1時間あたりの単価が高くなっちゃうねとか、そう、仕方ない値段がね、上がるってことはそうなんだけど、別に英単語アプリで別に大したね、分析もできないし、そんなに日々日々機能がどんどん追加されているわけでもないのに、まあ、毎月ね、1000円以上取れるようなアプリもあったりすると、ちょっと財布にはきついじゃないですか。もちろんそれがね、納得いて使ってる方もいると思うんで、まあ、それ自体はいいんだけど、多くの方にとってはちょっときついと思うんですよね。それこそ1年間で1万円以上英単語帳だけに使わなきゃいけないというのはきついので、なので今回はそもそも無料で相当使えますよと。うん、で、かつ、買い切りモデルですね。まあ、ちょっと普通の本よりは高いけど、でも鉄壁ぐらいの値段ですね。鉄壁よりは安いんじゃないかな。鉄壁より安いぐらいの値段で、買っていただければもうずっと使える。しかもアップデート、その過去問の情報が増えたりとか、今後もしかしたら音声が追加されたりとか、機能が追加された時に、全部その恩恵を受けられるので、まあ、非常に僕は、まあ、メリットがあるんじゃないかなというふうに思っております。なので、まあ、ぜひね、別に今すぐね、買い切りモデルを買ってくださいっていう宣伝というよりは、お試しで相当できるんですよ。それこそお試しでも、その6300語全部勉強できるんで、全然無料でね使っていただいて、あ、いいなと思いながら使っていただいたりとか、もしよければね、SNS とか、まあ、コメント欄でちょっとね、プラスのこと書いていただいたり、あとは全然改善の要望もね、僕に非常に参考になっているので改善のご要望をいただいたりとか、あとはまあご友人にもねご紹介いただいたりしたから、嬉しいなというふうに思います。ちょっと6月2日の時点なので、今後どうなるか全然わからないんですけど、教育というカテゴリーで、アプリのねカテゴリーがあるんですよ。 Amazon の本のランキングみたいな感じで、アプリのランキングのカテゴリーがあるんですけど、今ね、撮影するちょっと前に見たらですね、教育という、カテゴリーの中で、お試し版の無料の方のアプリが、なんとランク20位に、位置しておりました。はい。めちゃくちゃ嬉しかったですね。もうちょっとね、上の方まで行くと、ターゲット1900のアプリとか、あとは、他のね、有名な英単語アプリとかに、だんだん近づいてきているので、まあ、なんとかね、頑張っていきたいなというふうに思います。で、本当にね、今回、その無料で提供できているのが、本当に半端なくてですね、普通だったらありえないことなんですね。で、今回本当になんでそれができたかというと、一緒にね、開発協力してくれた、まあ、私のね、知人の会社さんが、一緒にですね、作り上げて、一緒にリリースするという体制を作ることができたから、そういう形が取れました。普通だと、まあ、ああやってね、AI でめちゃくちゃ分析したりとか、めちゃくちゃね、人間の時間もかかっているので、なかなかね、ちょっと無料で何でも出すっていうのはなかなか難しいんですけれども、まあ、ただね、まあ、なんとしても僕は、このアプリで皆さんに英語の悩みをなくしてほしいということと、あとはやっぱり、なんだかんだ言ってですね、やっぱり、キャストダイス英単語帳っていうね、名前を付けましたけど、やっぱりキャストダイスという名前をね、売っていくんだぞということでですね、まあ、その名前がね、広がってくれるんだったら、まあ、多少ね、このアプリで採算が取れなかったとしてもいいじゃないかという気持ちでですね、皆さんにいろいろ提供できたらなと思っております。はい。なので、今後ですね、この英単語アプリ、ぜひね、拡大していきたいと思いますので、皆さんも応援いただければというふうに思います。あとですね、余談なんですけど、英熟語とか、他のね、なんだっけな、古文単語だか、社会の一問いただけな、忘れたけど、同じような論理で、かなりいけるんじゃないかという、
お声もいただいております。はい、当然なんですけれども、そういったことは作戦のうちに入っておりますが、やっぱり、ね、なかなか大変です。やっぱり一番やりやすいのは英単語でした。いろいろ考えた結果ね。で、次にやりやすいのが漢字ですね。ただやっぱりね、ちょっとね、難しい部分もあったりとか、どこまでニーズがあるかっていうのもあるので、まずはね、この皆さんにもうリリースした英単語帳アプリを、まあ、育てていくところ、アップデートしていくところから、まあ、頑張っていきたいと思います。はい、というわけでちょっとアプリの話がだいぶ長くなりましたけど、お話は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。